の循環させていただきます。お、いらっしゃい。今日はビールじゃなくて、チューハイか。こういうのはチューハイって言うんでしょうか。七夜三年。95%終わりました。畑。日焼けかな。あ、そうだね。どうか、インドから、インドから種が無事に到着すれば、こんな嬉しいことはない。ちゃんと。ちゃんと植物検疫証明書も発行してくれるんで、届く予定なんですけど、まだ発送してないっていう。いつ発送すんの、君たちは。発送しないっていう選択も、それもあるよ、一つ。発送されない。もう一か八かでしたよ、ちょっと。だって、そのサイトの住所とか載ってないんですよ。会社の住所とか。やばくない？やばいよね。電話番号すら載ってないよね。前回買ったの届かなかったでしょ。植物検疫証明書が入ってなかったら。帰りましたよ、フランスに。植物検疫証明書からフランスに帰りましたよ。一旦日本まで来てたのに。予定では今週中。まあ、まだ待ちますよ、連絡せずに。ペイション。今週、来週までになったら、連絡する。来週の月曜日あたり。
今日途中で雨降ってきてね、と思って、最初パラパラパラ、まあ天候は悪かったんですよ、最初が。ちょっと待って、これなんか来てんな。空見たら大体わかんない。曇ってるんだけども、これ確実にやばい雲が来たなと思って、あ、これやばいなと思った。そしたらちょこ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 雨降ってたけど、雨降ってる中やってたんですよ。でも、ババババって降り出して空見たら、あ、これ来るなと思って、傘の下行って、携帯拾いて、携帯であれ見たんですよ。レーダー、雲レーダー見たら、がっつり来てるわけですよ、その赤いやつが。ばいなと。で、その雲の流れを見ると20分ぐらい続くわけね、その雨が。さあ、どうしようかな。中途半端。まあ、ある程度今日やるノルマはやったんですよ。で、なんつったかな。モリンガ、ゴーヤハウス。パッションも同時進行いかないね。あれ持っていかない。パッションの、パッションを、パッションを、パッションを立てるネットを、支柱を、今考えて、この前、支柱を立てる穴を掘る、なんかこういう、まあ、手でやるんですけど、こういうやつを送ってもらったんですよ、知り合いの方に。ね、まだ届いてないんですけど、こう動画で見てたら、それをね、なんかこう、穴を掘っていく、こういう T 字のやつで、こう、ぐる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 って中に入っていって、支柱、これ使ったら掘りやすいですよと、私も使ってますよっていう、まあ、メッセージ付きで、まあ、手元にないから、頭の中で想像しながらさ、今日もやってた。もともと埋まってるその株を使ってね、株の隣ぐらいに、その送ってもらったやつグリップやって、支柱をぶっ立てて、で、そこを周りで固定してがっつり。で、そこに網張って、パッションフルーツの、網を立てようかなって今ちょっと考え中。前考えてたとこじゃなくて、新しい場所にしようかなと思って。今、モリンガがかなり畑埋まってるんで、あそこ、まだまだ、台風来るでしょ、10月、11月ぐらいまで出したら。台風が来て、下手に直撃でもしてくれたら、まあこれは自然現象でね、人間が少なからずとも何かしら関係してるから直撃するとか、そういう可能性もあるわけじゃない。だから何とも言えないけど、今年だけは勘弁、まあ来年もそうなんですけど、なんかその台風対策ですよね。で、そうか。風が直撃するということは、方向性では全方向から入ってくるわけ、やっぱ山の上なんで。ここをどう守っていきゃいいのかなっていろいろ考えたら、こう切り株を使ってこう網を張って、できるだけこう防風ネットみたいなのを立てるか、パッション、まあ、パッションで多少風よけにはなるかもしれないけど、パッションが飛んでいく葉っぱが、可能性もあるかもしれないね。それを考えたら、どうしたらいいものかなっていう、今日それを考えて、やばい、来るぞって、もうダッシュで逃げていた。
まあ、一番やらなき、一番やらなきゃいけないノルマ。一番やらなきゃいけないノルマは、今日やったんで、何本ぐらいあったっけ？結構ありましたよ。うちにさ、ある箱を使って運んでるわけ、毎回毎回。で、その箱が結構今日でかかったんですよね。結構入ったんですけど、それでもあと何個あるのかな、うち。ない、森がないですよ。多分30本ぐらいですね。残り30本。まあ、ないですよ。苗は残り30本ですけど、まあ、明日、まあ、箱のでかさにもよるんですけど、その箱を毎日朝から探すんですね。それどういう箱があるか。んで、今追っかけで種も発芽させてるんで、多分5、60個ぐらい。それは芽を出したらもう地植え。今全部俺ね、几帳面にね、今回記録取ってるんですよ。例えば8月20日、8月10日、日陰の方で気温が何度ぐらいで植えてるって。で、大体それが分かれば、まあまあ、絶対ではないけども、山寄り、森寄りの方だと、森寄りの方、気温、天候、苗の大きさ、そういうのを記録していくと、そのカタツムリ被害っていうのを、ちょっとその辺をちょっと把握しておきたいんですね。まあ、もちろんそれだけだとは言い切れないけども、やっぱ環境とかそのカタツムリのね、状況とか、自然環境のことにもよるんじゃない？あるけども、ある程度何かこの記録っていうのを取っておかないと、あの時期に何月植えか、植えた、例えば何月植えたっけなとか思った時に、全く記録がないと、なんかこう、計画ができない、あまりね。ああ、今日晩ごはん何食おうかな。米と。米とモリンガと、今モリンガ乾燥させてるんですよ、ここで。乾燥させてて、これを自然に部屋の中で乾燥させて、まあ2日目ですけど、まあいい感じで乾燥は始まってるんで、もちろんレンジとかいた方が早いんですけど、外に干したりとか。外だとさ、落ちる可能性はしたいって、なくなる可能性あるじゃん。レンジだったらさ、地球に優しくないでしょ。だからただ部屋に干しといたらどうなるのかなと思って。まあもちろん生でもこれ使えるから、まあ、サラダはあんま食べないけど、サラダ入れたり。まあ、天ぷらしたり。なんか、炒め物使ったりするね。で、これでサプリいらず。俺もうサプリ買うのやめる。モリンガだけ食っていくことにする。これからね。なんか、モリンガを食うと、
アルツハイマーになりづらいみたいな。本当かどうかは知んないですよ。うん、言ったもん勝ちですよね。帰ったけど、俺はそんなストレスないから、ボケないかなっていう気はちょっとあるんですけどね。なんか結構な率でボケるっぽいじゃん、人って。なんか女性の方がボケやすいみたいな。まあ、本当かどうか知んない。でも、それは多分数値で出てるよね、おそらくね。なんかネットに書いてたら女性の方がボケやすいんだよ、男性。多分な。ストレスっていうのを関係してるんだもんね。あら。まあ、関係してるかどうか知んないけども。まあ、モリンガってスーパーフードって言われてるじゃん。まあ、すごい栄養素が入ってるわけですよね。それは。信じてこれ取って。まあ、アスタキサンチンだけはちょっと取りたいな。アスタキサンチンだけはちょっと買いますけども。アスタキサンチンも長いこと、本当クソ長いこと取ってるもんね。毎日を取ってるもん、アスタキサンチン。なんかもうここまで取ると取らず終えなくなってきたもんね。まあこれも、まあ、クソ人間なんですよ、俺は。やめればいいんですけど、やっぱりなんかこう日に当たるしな、みたいな、なんか日光に当たるし、なんかこう老化をちょっとでも遅くしたいみたいなね。まあ、老化ってなんか嫌ですよね、すごいな。今日はモリンガを使って、モリンガ食べよう、今日は。もう他のことができないね、天日が行ったりとかできないね、新庄さんちも行きたいんですけど、他の、あのおじさんとこもちょっと遊びに行きたいけど、なんせ忙しいわけですよ。3日畑行くと、もうずーっと畑行ったらいるから、ね、畑行ってずーっといるでしょ。でもバスびっしょりなんですよ。もうそこからなんか浜比嘉行ったり、おじさん家行ったりとか、おばさん家行ったりとか、もうできないよ。もうびっしょりなんですよ、もう洋服が。行きたいなって思うんですけど、もう行けない。もう直行ですよ、家にもう。モリンガ。魚もう食うか。もらった魚あるしね。魚とモリンガ。今日皆さん楽しい一日。安全な一日。1分1秒大切に。残り限られた人生をたくさん地球のために使ってみてはいかがですか？世の中ってほんまくせえ。あ、でした。でしたの？ゆうちゃん。どうしたん？いつも見てんな、ビビコは。って食ったらんな。テレビも。まあ、テレビはないけども、世の中の流してる情報っていうのはどれだけ間違ってるのかっつうことですよね。今一番伝えなきゃいけないことっていうのを。もうね、俺畑でね、ラジオ流してるんですよ。ベースのやつね、米軍のやつ流してるんですけど、たまにこうギュギュっていじってたら、たまに止まるかギュギュって動かしたら、日本のラジオですね、沖縄のラジオとかパッと流れた、くったらないことしか喋ってないよ。ああいう MC も MC でさ、もう肩、こう、なんつうの、こう、飾られたことを喋って、なんかもう、もう聞いてるだけでもう鳥肌が立つみたいなさ。
こいつらほんとくだらないこと喋ってんなと思いながら、ちょっと聞いてすぐ帰る。もうなんか聞いてて、ちょっと聞くんですよ。聞いて、もう聞いてるだけでストレスが溜まってくるわけ。なんでこいつらはって思うんですよね。もっと必要なことを、人に伝える何かをこうシェアする仕事なわけじゃない。なんでこいつらがもっとやらない、今地球で起こってることを、起こしてること、人類が間違ってることをもっと、もちろんあいつらクソみたいなスポンサーがアホみたいについてるから、言わなきゃいけないこととか言っちゃいけないこととかいっぱいあるんだろうけども、とくだらないなと思って聞いてます。聞いてるっていうか、ずっと聞いてないので、ね、ちょっと聞いてもうすぐ英語に変える。まあ英語だってその人全部そういうスポンサーがついていろいろ言ってんだけども、その英語のラジオを聞いてる理由はやっぱりこう、なんつうのか、やっぱ、まあ、海外に行くわけではないけども、なんかできるだけせっかく長年いたアメリカの、その違う国の言葉っていうのをなんかこう、耳の中に入れておきたいなっていう気があって入れてるっていうだけです。うん。